はい、じゃあ今回は滝畑ダム、大阪の心霊ダムの滝畑ダムに行きます。久しぶりですね。さあ、あまり暗くなる前に滝畑ダムまで抜けたいんですが、これ山道行くのでかなり暗くなりますね。ここも心霊スポットだろ、これ。この高架下もかなりの心霊スポットやな。トワイライトゾーンですね。浜村淳あった。浜村淳の看板見えたらもうすぐやな。しかもちょっと浜村淳若かったの。若い頃の浜村淳ですね。浜村淳のイメージの頃の浜村淳ですね。今ラジオもやってるけど、結構もう80超えて、もうかなり老人感出てるからな、しゃあないけど。で、ありがとう浜村淳ですが、来年3月、2024年の3月での改編で、終了するという、50周年。50周年ラジオ番組。すごいな。今、50歳の人が生まれた頃に始まった。だから日本人っていう、まあ関西人のほとんどが浜村淳のラジオを聞いて、学校行っとった。まあ学校は行ってないか。ここ立水えぐいですね。これ原付やったら結構、ハンドル取られんちゃうかという感じの、富山県レベルの立溝、富山式の立溝が掘られております。ここ、ほら。凍結路か、もしくは、バイクに対する嫌がらせ、まあ、両方だろうな。ここなんか夜間二輪通行止めとかなるよね。土日の夜間か、日曜日の夜間か、日曜祝日の夜間はここは二輪通行禁止になるルートがあるんですよね。関西サイクルスポーツセンターの前とか、前の道路、あそこは二輪通行止めになるからね、夜間は。休日の前の夜、例えば土曜日の夜とかじゃん。あれ見えましたね、これ、滝畑ダム。この杉もっと切ってくれよ、これ。もう見えるから、ダムが。このトンネルもね、昔は落書きまみれでしたが、綺麗にぬる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 。何今の。あ、行きました。あ、こっちのトンネルか。こっちのトンネルでした。なんか落書きまみれのとこは。そしてこのトンネル抜けると滝跡ダムに入ります。来ました。まあ1年に1回は絶対来てるな、ここ。この藤棚も心霊スポットになるのかな。そんな面影ないけど、ここも曰く付きの場所らしいな。え、なんか書いてある。なんか書いてある、書いてある、書いてある。え、人の毛。地面にこびりついて困っています。犬かよ。ここの滝畑ダム、いつから心霊スポットみたいになったのかなって、それが一番気になってて、昔から。いつ頃か、昭和頃か、昭和の心霊ブームだから、義母愛子とか稲川淳二とか出だしてからかとか思ってたんですけど、それよりはるか昔からここはなんか妖怪が出るっていう場所だったようですね。明治時代は滝畑地区で、ダムができる前のピーク時は、ここに160個の民家があったんですね。大阪府の秘境とされていた、滝畑地区ですが、まあ、第二次世界大戦時には、疎開から、まあ、大阪市内とかから疎開してくる疎開先の候補の一つだったそうで、その頃は、この辺り、小学生150人ほどいたそうですね。山や峠には天狗が出るという言い伝えがあった。塩振峠、蔵王峠、梨の木峠などには松があって、でその松の上に天狗が住んでて笑ってくるっていう。で、塩振峠がどこやの。塩振峠はここやの。
塩降峠ここ で梨の木がこう向こうかな、梨の木向こうで蔵王峠がもっと向こう、あの和歌山側の峠ですね。でそこら辺にはでっかい松の木があって、その松の木の上に天狗が住んでいたという。でさらにガタロウっていう寺ヶ池という池があって、今あんのかな、寺ヶ池で、その池にはスッポン、巨大なスッポンが住んでて、でその名前がガタロウっていう。でその他にも川の縁にできた穴の中に巨大な蛇、これもガタロウっていうんですけど、まあ、ガタロウ、スッポンとか蛇とか、なんかあの両生類とか爬虫類全部ガタロウって呼んでたみたいです。水回りにまつわるあの生物を総称してガタロウって呼んでた。まあ、それはなぜかというと、まあ、子供昔いっぱいおったんやけど、その子供たちが水場に近寄ってはまったり溺れたりせえへんように、あの化け物が出るぞと、カッパと一緒です。あの池とか川の近くに行ったら襲われるぞって言ってビビらせて近寄らせないようにしたと。その妖怪がガタロウ、天狗ガタロウ、あとダリダレっていう妖怪がいて、ダリダリダレダリっていう妖怪、お腹がすく妖怪で行き倒れの人が妖怪になった姿と言われていて、で、まあ、このダリに取りつかれたらご飯をいっぱい食べてしまうということで、であえてご飯粒を3粒残すことでこの妖怪を払うことができる、憑依を解除できるという。でどこでこの妖怪に取り憑かれるかというと、白本、日の道、蔵王峠でよく取り憑かれるという。でなんでその峠道でこのダリに取り憑かれるかというと、まあ、行き倒れになった人がよく出たらしいんですよね、峠道で。荒野詣とかで、まあ、遍路道で行き倒れて空腹のために亡くなった人よく出たらしい、ね、その人が妖怪になった、妖怪になったと言われているのがダリ。ダリに取り憑かれたら体が疲れやすくなってご飯いっぱい食べてしまうということなんで、あの症状的には何やろうな、症状的には、ね、糖尿、糖尿かなちゃうか。いや昔はなんかね、そんな変な妖怪がいっぱいいたみたいです。あと土の子、土の子が岩脇山にいたという、またの名をコロと言われていた。あとは蔵王峠にはジャオという妖怪、蛇におっぽ、蛇おっと書いてジャオという妖怪がいて、でそれを捕まえて光滝寺に置いてあった。そのことからジャオ峠と呼ばれていた。蔵王峠だから最初はジャオ峠って呼んでたのがどんどんなまっていて、蔵王峠になったよ。蛇におっぽの峠で、蔵王峠。あと滝畑村にまつわる言い伝えで一番面白いのが、まあ、これ溝とかあるやん、溝、これ溝ちゃうけど、溝に、あの農作業中とかに溝におしっこするときに、唾を3回吐いてから、溝に唾を3回ペッペッペって吐いてからおしっこすると溝の神様をに怒られないという。でそれで唾を吐くのを忘れてそのままおしっこしてしまうと溝の神様に怒られて良くないことが起きるみたいな、そういう言い伝えがあったんです。まあ、そんな言い伝えがありまして、妖怪としては、まあ、峠の松の木の上に天狗がいて、はっはっはとか笑ってくれて、そういう笑ってくるのは多分なんかフクロウかなんかでしょうね、鳥でしょうね。ほんで、行き倒れになった人の妖怪ダリね、あとは土の子、岩脇山にいる土の子で、蔵王峠はジャオという妖怪がいて、まあ蛇でしょうねこれ、でっかい蛇やろな、ジャオ峠だったという。あとは溝におしっこをする前に唾を3回吐く、あと何やったっけ、ガタロウか、寺ヶ池にはスッポン、巨大スッポンのガタロウがいた、川の縁にできた穴の中に巨大な蛇がいて、それもガタロウと呼ばれていた。さてちょっと回っていきますか。
まずは、一番の心霊トンネルだと思われる塩売トンネル。いや、いきなり暗なったって。ここはちょっとなんか嫌な感じがするよね。確かにな。さあ着いたぞ。ここは塩降りトンネルです。監視カメラもありし完璧。ゴミがすごいっすね。で、落書きやっぱ消えてるよね。どうなんだよ、落書きかなり消えてるな。以前はもっとなんかいっぱいあったと思うんですけど。文字の落書きばっかり。照明がやっぱ明るくなりましたね。けどやっぱ気持ち悪さはあるな。確かにこの反対が出たところがちょっとなんか不気味な感じやな。でちょうど暗くなってきたから変な感じよね。さらに今回はね、このここから進んでいって、進んでいった先に首のない地蔵さんがあるみたいなんで、ほんまに首ないんかなということで見ていこうか。あ、ここかな。この分かれてる三つ股のところにありました。首はありますよね。首あるやろ。首あるでしょ。お地蔵様の手彫りのお地蔵様、ちょっと拝見します。拝見いたします。これは何のお地蔵様かも書いてないし、謎ですね。まあでもこういう角にはだいたいお地蔵さんあったりするからね。まあこういう角でなんか昔あったとか、そういうのを沈めるために置いてある可能性ある。でこの建物のこの石が結構本格的でしょ。本格的よね。だから結構昔からある地蔵さんでしょ。まだちょっと外明るいのになんでここだけこんな暗いの。ここだけ異様に暗いぞこれ。空まだ明るいのにちょっとここだけ異様に暗いから、ね、見た目的には怖くないんですよね。そこまで。でも心霊スポットになってるのは何か理由があるやろな。やっぱりここは女性の幽霊が出るとかだったっけ。よくわからん。あーちょっと怖い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 。想像してまうやんけ。それ女性の幽霊が出るとかじゃ、女性の幽霊じゃなかった、なんかテケテケ的な、テケテケってあるやん、テケテケ。やっぱ追いかけてくる系が怖いね。ターボばあちゃんとか首なしライダーとか。でもこれ照明が LED になったからだいぶマシになってるよな。これ照明が LED になったからだいぶマシよね。これ LED になる前もっと暗かったんだろうな。照明が LED の前はアンドンライトだったり、蛍光灯の切れかけの蛍光灯でこう点滅してるのあるやん、ピンピンピンって。あれが雰囲気がすごい良かったんや。出るんよね、そういうやばい場所のやばさが際立つんやけど。LED でそんなんないから。さあ次は夕月橋ですね。夕月橋は、ね、まあ飛び降りる、飛び降りの橋と言われていますが、なぜか飛び降りた人ではなくて妖怪のテケテケが出るという、階段があります。どんな根拠やん、適当すぎるやん。塩降りトンネルで
追いかけてくるんやったらわかるけど、なんで橋の上から橋の上で敵が追いかけてくる。あんま怖ないやろ、橋の上やったら。ああいう閉鎖環境で追いかけられるから怖いんだよ。学校とか校内とか、ああいうトンネル内とか逃げ場ないところで追いかけられるから怖いんだって。橋の上で追いかけられてもこれ走り抜けたらあれだけやん。車落ちたとこそこやな。車落ちたとこ見るか、さっき車落ちたとここれや。反対側に回るか。車落ちたとこがここです。この網が新しくなってるとこ、ちょうど湯月橋の根元で落ちたという。ワゴン車かな、ハイエースか。でここは心霊トンネルちゃうわ、心霊橋の湯月橋ですが、ここも LED でめっちゃ明るくなってる。全く恐怖感なゼロやな。でこれ湯月橋の下の公園も実はやばいポイントなんですけども、閉鎖されてます。閉鎖されてまして、もう行けないというわけで。見えるか。今回は滝畑ダムにやってきております。はい、見えますか、滝畑ダムね。で今がこの皆さんご存知このポイントですね。でこっから行くと、先に進むとトンネルがありまして、そこが一番怖いと、自分の中では怖い、個人的には一番怖い、あのアンパンマントンネル、アンパンマンの、壁画というか、地面、路面に地面のところにアンパンマンの変な気持ち悪い落書きがあるポイント、トンネル。じゃあちょっと時間早いけど行きますか。もうちょっと夜になってからね、夜まで待とうかなと思ったけど、ちょっと明るい方がまだ動画的にはいいか。まあでも今回妖怪について言及したと思うんですけど、想像したら怖くなってきましたね。妖怪というと、ね、こう塩振り峠ですね、ここは。ちょっと寒なってきた、怖っ。ちょっと待って、めっちゃ怖い、やっぱりここ。塩振り峠怖えわ。なんか普通に何も考えずに通ったら、普通やんってなるけど、ちょっとね、階段、過去のね、言い伝えとか調べたら、こう塩振り峠のこういう、ね、木の上で天狗がいて笑ってくるという、どういう笑い方だったんでしょうね。天狗って言っても半分だ鳥やからな、ね、カラス人間やから。怖え、ここ来ました、ここマジで怖い。これやっぱ昼間の方がもっと怖いけど、夜もだいぶ怖いぞ。塩振りトンネルですね。塩振りトンネルやったっけ、これ。柿の木？梨の木？梨の木水道？あ、ここ梨の木か。こちら梨の木ですね。塩振りは先んとこか。塩振りが先んとこで、これ梨の木水道。梨の木はね、いや、梨の木はあんまり人来ないんかな。まだ、あ、落書き残ってるよ。ほら、こういう落書きって上書きされるもんやけど、人来たら。あの、犬鳴き水道とかすぐに落書き、上書きされてるやん。結構頻繁に来てるところは落書き、上書きされるんですけど、ここはされてない。ここやっぱ怖いからみんな来ないのかな。ガチで怖いとこは来たくないのか。ほら、この落書きまだあるやん。5年ぐらい前からあるぞ。もっとか。わけのわかんねえ。アンパンマンありましたね、アンパンマン。アンパンマンございます。はい。やっぱりあの塩振りトンネルの方が怖いんかな。
潮降りの方が怖いかもね。この辺りちょっと病的よねって感じで、ヤンキーたちの落書きが、思いの丈が綴られております。このトンネル最初怖いと思ったけど、そうでもなかったな。やっぱ潮降りの方がなんかやばい感じするわ。あの事件性あるから、そこ潮降りは。でこっからもう一個トンネルあったと思うんやけどね、だ かつてこういう峠道でその妖怪が出たり、ダリ行き倒れの人が妖怪になってたりしたんや。ここにも地蔵さんがあるぞ、ほら。やっぱりいろいろあったんですよね。